分を信じて戦っていれば、最初からこいつをぶっ殺しておけば、あの時巨人になっていれば、いや、前に戦っていれば、リヴァイ兵長もいたんだ。絶対に勝てば捕獲だってできたかもしれない。俺が選んだ、俺がした選択で、みんな死んだ。俺のせいで、みんなが。だけどやっぱりお前が悪い。待って、エレン。行かないで。追いかけないと。追いかけて。あの女を殺して、エレンを。待て。落ち着け。一旦離れろ。この距離を保ったまま、奴を追うぞ。うなじごとかじり取られていたようだが、エレンは死んだのか。生きてます。目標には知性があるようですが、その目的はエレンを連れ去ることです。殺したいのなら潰すはず。目標は
わざわざ口に含んで逃げています。だといいな。目的を一つに絞るぞ。まず女型を仕留めることは諦める。エレンが生きていることに全ての望みをかけ、奴が森を抜ける前に救い出す。俺が奴を削る。お前は奴の注意を引け。了解。まとめて相手して。救援要請か。無視はできない。確実に救うため、奴を疲弊させろ。そう、また巨人が現れたのか。巨人を呼びやがった。俺は先に奴らを倒す。イカサ、お前は女型を追って足止めしておけ。了解。絶対に逃がさない。多分無事だ。生きてる。もう奴には関わるな。撤退する。作戦の本質を見失うな。自分の欲求を満たすことの方が大事なのか。お前の大切な友人だろう。エレン。メガタ。逃した。なんで、みんな、一体、作戦は？失敗した。今は休んで。もうじき壁につくから。早朝から出てったと思ったらもう帰ってきたのか。たく、こいつら何しに行ったんだよ。
エレン、耐えて。あわっ、かっけー。あんなにボロボロになっても戦い続けてるなんて。リヴァイ兵長殿、娘が世話になってます。娘に見つかる前に話していることが。娘が手紙をよこしましてね。父親としてはですな、あいつもまだ若いし。エルヴィン団長、今回の遠征で犠牲に見合う収穫はあったんですか。死んだ兵士に悔いはないとお考えですか。今回の壁外遠征にかかった費用と損害による痛手は調査兵団の支持母体を失墜させるに十分であった。エルヴィンを含む責任者が王都に召集されると同時にエレンの引き渡しが決まった。やれやれ。精子を分けるのは立体機動術。お母さんに会いたいな。兄、いや、もうすっかり憲兵団だね。アルミ、どうしてストヘスクに。兄、エレンを逃がすことに協力してくれないか。このままじゃエレンは殺される。ウォール・シーナ内の検問をくぐり抜けるには
どうしても憲兵団の力が必要なんだ。あんたさ、私がそんないい人に見えるの？いい人か。その言い方は、僕はあまり好きじゃないんだ。自分に都合のいい人をそう呼んでいるだけな気がするから。兄がこの話に乗ってくれなかったら。兄は僕にとって。いいよ、乗った。行こう。この地下道は外扉の近くまで続いているんだ。なんだ兄、さっさと地下道の中へ来いよ。まさか暗くて狭いところが怖いとか言うなよ。いや、私は行かない。そっちは怖い。地上を行かないなら協力しない。何言ってんだてめえは。ふざけてんじゃねえ。まったく傷つくよ、アルミ。一体いつからあんたは私をそんな目で見るようになったの？兄、なんでマルコの立体起動装置を持ってたの？捕まえた2体の巨人が殺されて調べられた時、マルコと一緒に整備した僕には傷やへこみで分かった。あの2体の巨人は兄が殺したの。さあね。でも1ヶ月前にそう思っていたんなら、なんでその時に行動しなかったの？今だって信じられないよ。きっと何か見間違いだって思いたくて。兄、お前が間の悪いバカでクソつまんない冗談で適当に話を合わせてる可能性がまだあるから、とにかくこっちに来い。この地下に入るだけで証明できることがあるんだ。こっちに来て証明しろ。そっちには行けない。私は戦士になり損ねた。もういい、これ以上聞いてられない。雲、もう一度ズタズタに削いでやる、女型の巨人。アルミ、私があんたのいい人でよかったね。ひとまずあんたは賭けに勝った。でも私が賭けたのはここからだから。誘導しよう。頼んだぞ。分かった。
いつかお前に頼むって言ったはずだよな。何も捨てることができない人には何も変えることはできない。そうだ、思い出せ。あいつが仲間を何人も殺したんだ。駆逐してやる。いや、殺す。仕方ないだ。世界は残酷なんだから。そんなそうにしてた。
外で取る。壁を乗り越える気か。浮かせない。兄、落ちて。無駄だ。ワイヤーでネットを作れ。これを縛って地下に運ぶ。作戦成功とは言えねえな。いや、我々調査兵団の首はつながった。おそらく首の皮一枚で。だといいがな。今度は我々が進撃する番だ。
兄から情報は得られなかったものの、調査兵団とエレンの王と召喚は凍結された。しかし人類が自分たちが何に囚われているのかを知るにはまだ時間と犠牲が必要だった。